おはようございます、しょぼうです。今回はユニボール1フルーツティーカラーというまたまたユニボール1の限定色セットが発売されましたのでご紹介していきたいと思います。ここ最近購入品は1ヶ月まとめて動画にしているんですけども、これは抜き出しで動画にしていきます。今回の内容は色味テストをしています。まあ、これはまあ当然ご紹介するのでやります。で、その後まあだらっとこうどこまでこれに付き合っていきますかねみたいなお話する意味あるのかわからないですけどしていきたいと思います。今回発売されましたのはこちらの3セットです。10色って言い方おかしいですね。こちらの白いねペンは黒の新しいカラー軸といったところで、実際のカラーは9色の限定色が発売されましたということです。左から F ディラックス、 F チャージ、 F リフレッシュという色の組み合わせなんだそうですけども、これロフトに買いに行ったんですけどもね、一番人気はこちらの甘いカラーの組み合わせ F リラックスでした。一番減ってました。ちょっとね、買いに行くのに出遅れてたんですけど、私が行った時はお一人様各種類一つずつという張り紙がありまして、まだ残っていたんですね。それでまあちょっと安心して売り場内をぐるっと一周してみたら、その張り紙がなくなってまして、急に数が減ってました。その中でも一番減ってたのはリラックスです。だからやっぱり淡い色が人気なんですね最近ね。こちらのリチャージ、リフレッシュは、ま、色味が濃い彩度が高い色なので、彩度低めの色がやっぱり人気になるんですよね。単体でどれが売れてたかねチェックし忘れてるんですけど、やっぱりこの辺のイチジク色、それからバタフライビー色が残りが少なかったような気がします。で、それぞれの色味についてお話ししたいと思うんですけども、こちらのリラックスはバタフライビー色、シチリアレモン色、イチジク色に黒がついています。パッケージはこんな感じです。それからリチャージはハイビスカスティーとブルーベリー色とカシス色、それに黒です。パッケージはそれぞれの果物と花びらかが書かれています。これ先ほどのねリラックスもそんな感じですね。裏側はこういったパッケージです。そして最後のリフレッシュはグリーンティー色、スペアミント、バレンシアオレンジ、それに黒です。パッケージはこういった感じですね。では中身を見ていきたいと思います。こちらパッケージの裏側をね蓋を開けてみたところなんですけども、各それぞれのセットの他にもう一色別の組み合わせから色を取ってくると、さらに爽やかに華やかに大人っぽくというおすすめの色の組み合わせが書かれています。リラックスにはスペアミントを足す、リチャージにはシチリアレモン色を足す、リフレッシュにはカシス色を足すという、そういったおすすめが書かれています。これ面白いですね。さらに楽しくしていこうっていうおすすめが書かれているのはいいですよね。はい、では色味チェックです。リラックスからリチャージ、リフレッシュの順に書いてみました。色の前にですね黒のお話をしたいと思うんですけども、こちら白軸、微妙にこの色味を表すところだけ少しグレーなんですかね、ちょっと入ってまして、真っ白の軸です。以前出てた白い軸の黒ペンはここはローズゴールドのやつでしたよね。今回はシルバーで、
真っ白な軸の黒インクのユニボール1と、ある意味一番これが欲しかったやつなのかもしれません。ではそれぞれのセットを見ていきたいと思います。まずは淡い色のセットの F リラックスです。ちょっと軸の色よりそれぞれね少し濃いのかなという気はしています。バタフライビー色、バタフライビーっていう発音でいいのかバタフライビーなのかよくわかりませんけれども、まあこれに限らずなんですが、それぞれのインクの色はモチーフにしている果物だったり花だったりにかなり近い色になっていますね。こちらの軸の色はまあより浅い色になっちゃってるのかなという気はします。はい、こちらのね絵にあるような色、花びらの色だったり、まあ、レモン、イチジクの色、特にですねよくできてると思うのがこのレモンですよね。単純にレモン色ではなく、本物のレモンの少し黒みがかったっていう言い方でいいのかな、少しそのなんていうんですかね、グレーっぽいというか、単純に発色のいい黄色ではなくて一段黒みが入ったような感じの色が、これよく再現されてるなと思います。それからイチジク色はもうちょっと再度上がってもいいのかなっていう、そのイチジクという話で言うなら上がってもいいのかなっていう気もしますけども、これも結構よく再現されているかな。バタフライビーが一番なんか花の色に近い気もしていますけども、うん、これそのペン軸の印象で買うと少し濃い目の色が出るので気をつけた方がいいと思います。はい、かなりですねシディアレモンが私は好きですね。その、ま、レモンの色を描くときこの色を出すの結構難しいんですよね。うん、ちょっと色重ねたいみたいな、これを一発で出してくれるというのがなかなかなくて、これはいい色なんじゃないかと思います。続いて F リチャージです。ハイビスカスティ、ブルーベリー、カシスの3色です。こちらはこの軸の色とインクの色が結構似ているのかなと、ちょっとカシスだけ多少インクの方が赤みが強いんですかね。一見茶色、そんなことはないかな。はい、そんな感じの色です。ブルーベリーにこの色を当てるのはちょっとなかなかまあ苦しいかな。ちょっとシアンが強すぎる気もしていますけども、他の色との差別化図ろうとするとこのぐらいの色味になっちゃうんですかね。それからハイビスカスティーってしたところがまた絶妙な感じで、ハイビスカスだともっともっと赤いのだと思うんですけど、お茶として出したので少し薄いって言い方おかしいですけど、淡いでもないな、そういった色になってます。カシスも今まで出してきた紫系の色と差別化を図るために少しこんな濃いめの、明度が低くて少し赤みが強い色って言ったらいいんですかね、そういう色になっています。これは本当に軸の色から想像されるような近い色で、まあ、最初に言いましたけどもかっちり出ている色でいいと思います。うん、リチャージって感じですからね、なんかこう力満たされる、力ある色味っていうんですかね、今回のセットの中で一番強い色なんだと思います。最後は F リフレッシュです。こちらもだいぶインクの色と軸の色が近い感じがしますね。グリーンティーだけほんのちょっとこちらが爽やかすぎてるかな
そんな感じがします。グリーンティーもですね、先ほどのシチリアレモンと似た色の出し方っていうんですかね、単純に軸のような黄緑色とも違いますね。浅い緑色、爽やかな感じより、やっぱりお茶ですからね、お茶っ葉が少し混ざったみたいな、そういう少しだけ濃い色が混ざった印象を受けるような色になっています。スペアミントはむしろもっと爽やかな色にしても良かったんじゃないかという気はしてますね。そしてバレンシアオレンジ、これね、ユニボール1の中で一番オレンジ色をしているような気はします。なんか非常にいい、このオレンジ出すのってなかなかねいいですよね。なんだそれはい、バレンシアオレンジ、確かに爽やかな感じの組み合わせになっていると思います。といった感じの給食です。ちょっと順番ガチャガチャになっちゃってますけど、これ書いてあるんでした。4食セットは528円、単品132円です。全部 0.38mm なってます。私的には 0.5mm が欲しかったな。ユニボール1って 0.5mm の方が好きなんですよね。いや、まあそんなことは置いときまして、今回気に入っている色はシチリアレモンです。この少し黒みっていうんですかね、濃さを感じる黄色が気に入ってます。次にバレンシアオレンジ、この2本がだいぶお気に入りです。ちょっとお話しするの忘れていましたが、珍しく使ってるノートはコクヨのソフトリングです。ペンの色味を紹介するのはこれがいいのかなと思ってますけれども、つどつどなんか気持ちによっては変わりますので、これね、一番なんかメジャーな白っていうんですかね、やっぱりキャンパスノート使ってる方も多いですし、ちょっとこの白に合わせたペンの色っていうのをご紹介した方がいいのかなと思って、今回からソフトリングを使っています。それでですよ、これいつまで付き合おうかな好きで買ってるんですけどね、もうちょっともうだいぶこういう感じじゃないですか、限定色だけ追ってっても。これにノーマルな色もありつつですよ。あ、これヴィンテージカラーも入ってるので、ノーマルっていうか通常販売のも入ってるんですけどね、え、限定色も第3弾でしたっけ、なんかこういつまで行くこれっていうのがちょっと私の中にはあります。繰り返しになりますけど、好きで買ってます。これはあのユニボール1のデザインが気に入っていて、色の選択の仕方っていうんですかね、色のねチョイスが好きなものが多いのでこれ使ってますけども、ほんとねこれ季節ごとに今出ているんですかね、冬中あったような気がするな。まあまあそれはあれなんですけども、今なんか適当に記憶で話してますけど、嬉しいんですよ、新しいのが出て嬉しくて買うんですけど、これいつまで付き合うんでしょうかね。私好きな文房具メインノートなので、このユニボール1に限ってほとんど買ってるような状態なんですけど、さあさあどこまで行くのか、今後の展開に期待していきたいと、もう何のことだかまた分からなくなってきましたが、今回はこの辺りにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。以上、ショボーでした。ではまた。